ベンドの練習方法についいいてお話したいと思います、えー、まずですねハーモニカを使わずに、えー、口の中の響きを変える練習をしたいと思います。勉をするにはですね口の響きを自在に変えることが重要になります。えー、まずですね、えー、ハーモニカを吹く時の口の状態をちょっと作ってみてください。こんな感じですね。でこの状態で という音を出します。ここからヒューヒューという音に変えていきます。ヒューという時の状態の方が舌がですね。 ヒの時より後ろに動いてですね、口の中の空間の大きさが変わったと思います。このヒとヒューを行ったり来たりする練習をしてみます。 口の中の響きがね変わるのが分かったかと思いますいこの時の状態が弁動している時の状態に非常に近いですで、弁動は吸う音の方が多いですからえ息を吸いながら今のヒーとヒューをやってみるとこんな感じになります では実際にハーモニカを使って弁の音を出ししてみましょう、えー、先ほどのですね「ヒー」と「ヒュー」のえー状態をですね思い出しながら6番の「ラ」の音この音は非常にベンドかかりやすいので、えー、この音をやってみましょう「ラ」をですね「ヒュー」の口で吸ってみます。 このように音が下がります。で、この時、えー、できるだけですね、1個の音が綺麗いに息漏れなしで鳴ってるっていうのが、ベンドの条件になりますので、息漏れがないかどうかね、ちゃんと確かめながら、しっかりした音でやれば、ベンドがかかると思います。はい、じゃあ、他の穴もやってみたいと思います。えー、4番のレの音。 あと三番ちょっと難しいですけどねやってみたいと思います。このように便当をかけることができます。 ベンドである程度音が下がるようになってきたら下がった音を長くキープする練習をするといいと思います例えばですね何か楽器で音を出しながらその音に合わせた音を出すっていうのも非常にいいと思います例えば3番のですねラの音を出したい時ベンドでラの音を出したい時にですねギターでこうラを出しておいて こんな感じですね。なるべく弁動の音をキープできるような、えー、練習をするといいと思います。あとはですね、えー、元の音から弁動の音へ滑らかにつなぐ練習とかですね、えー、そんなことをするといいと思いますね。はい、で、えー、こんな感じの練習を続けることによって弁動を、えー、自由にね扱えるようになると思います。 頑張って練習してみてください。